作業なんでね。でね、こうやっていくと、だんだんこっちの右手の方にほらくっついたでしょ、うん、そしたらこれを裏返して、ここに引っ掛け、この角のところにこの出てるところを引っ掛けて、でそーっとずらすと、こっちができました。綺麗だ、ね、でもう一回ぐらいやると、でそれから紡ぐとだけで、これ編むんですか、これ、これで糸を紡ぐんです。すごい、これがそう、ちょっとウルじゃない、なんかウルです、ウルです、ウルですよね。これ使っていい？うん、いいよ。いい？ちょうだい、すごい、引っ張ってよりがかかった。これはどうするの？これ、ここはわのところをしばらくこう踏んでると、よりがぐるぐるかかって糸になってるのね。固くなっ、ちょっと触って固くなってるから。確かに、ね、あ、やってみたいね。戻るんだよ。ジャモンの紹介だけちょっと。私はね、古い布、はい、あの江戸時代の古い布です。はいはいはい、はい、江戸時代の古いものを使って何か手縫いでバッグとか作ってます。物を作ってますね。はいはい、いや、じゃあみんなこの歴史のある、そうですね、はい、あの布っていうか、はい、なんかこたつに使ってたような、あ、そうです、あとは農作業とか、はい、はい、漁村とかで使ってた布です。ちょっと手に取ってもらえますか。お気に入りのやつ。お気に入り、これどうでしょう、こういうのはどうです、はい、なんか味がありますね。そうですね、はい、じゃあそういう古いものを利用して、はい、はい、やってます。ぜひあの頑張ってください。はい、ありがとうございます。こんにちは、どうも。今日はこれ何を販売されてるんですか。昭和初期のものを中心に、古いものを売ってます。なるほど、ちょっとなんか、はい、珍しいものを紹介してもらえますか。そうですね、こちらの方に測りがあるんですけれども、はいはい、もう本当に年代ものですね。前の時代というか、なんていうか、木とかなんか測ってた時のものだと思います、はいはいはい、これは火鉢、ね、あ、火鉢なんですね。これ火鉢なんですよ、はいはい、でこちらはですね、タバコの昔キセルでタバコ吸ってらっしゃった方もいますけれども、はい、それ用の道具ですね。セットだね。はい、セットになっております。はいはいはい、あのこの近くのですね、はい、あのここ岩清水っていう辞書なんですけれども、そこから集めてきたんですよ。なんか古いものないですか、古いものないですかって言って集めてきて、はい、今こういう状態になってます。この辺は古いお宅が多いからですね。あるんかな。あると思います。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございました。はい、どうも、ご苦労様です。お、箸作り。はい、前箸を。割り箸作ってるんですか。すごい、大きいですね。ヒノキでできるんですね。ヒノキと、はい、これが、あ、これはまだ作ってないやつだよね。そう、これが完成品です。最後は尖っている、そうですね、いるということで、こういうような形。これはお店を開いてるんですか。そうです。おお。で、まあほとんど来るのが子供たちですけどね。はいはい、あ、そうなんですか、うん、で、子供たちにこれを作ってもらって、はい、それで一応300円でやってるという形です。ぜひ、はいはい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。こちらは何屋さんでしょうか。はい、駄菓子屋でございます。駄菓子屋さん、はい、いや、なんかビー玉、あ、昔の、ね、あの、ここはちょっとプラスチック、金魚すくいとか宝石すくいとかの、これで、あの、ちっちゃいお子さんが、はい、なんか落ちたよ。うん、大丈夫、これでね、すくってね、はい、はい、金魚すくいじゃないんですね。はい、はい、金魚、一応も金魚もございます。お、素晴らしい、本当だ。はい、ありますのでこんな形で午前中は子供、はい、はい、楽しみました。いらっしゃったんですね。はい、はい、はい、そしてお菓子と、お菓子と、お菓子のね、はい、お店の名前とかあるんですか。あ、一応なんちゃって商店やってました。今日のために、あの育成会でちょっとこんなようなお店。これはイメージですね。イメージです。はい、はいはい、架空の店でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。ここは何のお店でしょうか。ピザ屋です。ピザ屋さん。ピザ屋、あ、もう完売ですね。もうほぼほぼなくなりました。素晴らしい。どんな特徴があったんですか。あの生地から手作りで、あ、で、あの釜で、あ、釜こんなとこにあったんだ、すごい。今それ、あ、ちょっと見たんで、見てる。じゃあ見せてください。何回もなんかやるんですね。いや、今日は何回もやりましたけど、全く素人集団です。ありがとうございます。
ですね。こんにちは。ここは何のお店でしょうか。あのフランス料理のお店です。素晴らしい、はい、ここから歩いて1分ぐらいのところに、はいはい、あの古民家を改装したレストランがありまして、はい、まあ、そこに暮らしているんですけども、はい、いやなんかおしゃれな服装も違いますね。ちょっとそれっぽいもうそのものですよね。ありがとうございます。今少し前にあるのは何でしょうか。はい、これはこちらはあのキッシュといいまして、はい、フランスのパイ料理ですね。はい、になりまして、今日は、ひき肉とナスが入った、キッシュですね。外側はですね、カリッとした、生地でなってまして、中は卵がと生クリームが入っているので、はいはい、ふんわりとした、はい、柔らかい生地ですね、はい、なってます。そういうなんかフランスですかね、はい、の、 その、まあ、スイーツを作ろうと思った理由は何かあったんでしょうか。あ、そうですね、もともとはイタリア料理をあのずっとあの修行で勉強してたんですけども、はい、ワインがどんどん好きになってきまして、そうなってくるとこうやっぱフランスのワインにはフランスの料理ちょっと合わせたいなと思うようになりまして、で、まあ、ちょっと一念発起してフランスに旅行に行って、でその後フランス料理修行に、はい、入りました。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、こんにちは。お疲れ様です。ここは何のお店でしょうか。こちらは、ワインショップが2つ並んでおります。はい、はい、じゃあちょっと自己紹介お願いします。はい、私はあの上田の武市に住んでまして、はいはいはい、地元のここの法伝小学校出身なの で、 であの長谷川さんにお声掛けいただいて、はい、今日あのイベント出店しました。であの、はい、4年前からのブドウ作り始めてまして。4年前からですね、はい、あの同業です。長谷川さんと同業です。はい、で、はい、どんなあの、はい、ワインの特徴があるんでしょうか。あのまず最初のヴィンテージなんですけど、あのイタリアの品種を育ててまして、イタリアのこの赤発泡っていうのが私が好きだったので、ほいほい、あのこのイタリアのランブルスコっていうものを作っています。ワイン作りのこう大変さっていうのはどんなところにあるんでしょうか。楽しさって言った方がいいかな。そうですね、あの、まあ、毎日行ってみると、まあ、成長してくれるのが分かるっていうのが楽しみで、はいはい、あとはもう大変さっていうのはやっぱり繊細な植物なので、ちょっと病気にかかったりとか、そういうもののこう日々チェックして、あの面倒見てあげるっていうのはやっぱり大変ですね。まあ、特にこう販売ルートみたいのは、はい、どうしたらどんな感じなんでしょうかね。あ、地元の酒屋さんに置いてもらっているのと、はい、あとあの通信販売で、うん、あのネット販売しています。ネット販売、はいはいはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、長野インターネット局と申します。はい、どうもこんにちは。こんにちは。今長野県は上田市、はい、友城、うん、なんて呼んだらいいのかと思ってちょっと迷っちゃったんですけど。あ、殿様のお城って呼んでるんです。なるほど、そういうことですね。はい、偉そうだけどね。なんか場所も本当にこうお城があってもいいような、実際にあの宝殿殿城山って言って、はい、あの殿城山ってあるんですよ。はいはいはい。そこが大昔はなんかその城跡じゃないかっていう、おそらくその地名にもなんかつながってると思いますけどね。あと、まあ矢沢の殿様の、はい、領地でもあってたので、それも関係してるのかなとは思いますけどね。なるほど。うん、まあ、こう今イベントやっておりますけど、うん、ちょっとそれご紹介いただけますか。イベントの紹介？はい。イベントの紹介は楽しくやるっていうだけです。いろんな出展してますけど、うん、結構今日だけっていう方が多かったような感じですね。そうですね。基本的にはあの、まあ、村の活性化みたいなことを目的としてるんで、あとはその上田市民の方でも、はい、ここの集落のことを知らない人も多いんですよ。だからまずはこの場所を知ってもらうってこと、それと上田市がお金を出してこういう立派な施設を作ってくれたんで、この利用しない手はないだろう、はいはい、それでこの眺望なので、まあまあぜひぜひ自治会も含めてっていう感じなので、まあまあとりあえず 地元の有志集まって手作りでイベントをやってるってことですね。そして長谷川さん自体も何かすごいことやってるってお聞きしたんですけど。絶対すごくはないです。そうですか。絶対すごくはない。普通に農家ですよ。でもなんか一から始めたとかって、うん、まあ、まあでもそんなに皆さんやってますから、僕自体はそんな大したことないです。ちっちゃいし畑も。ちょっとじゃあそのことをご紹介いただけますか。今これはね、白ワインと赤ワインが、まあ、少し残ってるかな。おいおい。この白ワイン2種類と赤ワイン2種類やってますね。あとあの私棚の
こことちょっと 5、6 分かな、はい、真田町で畑やってるんですけども、畑何の畑なんですか。そっちでもブドウ作ってるんですよ。はいはいはい。でその真田の畑 の, あの、まあ、知り合いでリンゴを作ってる農家さんがいるんですね。はい。リンゴ、その知り合いのリンゴ農家さんのリンゴを使ったシードルっていうお酒、はいはいはい、それを、まあ、コラボとして使ってます、作ってます、うん。これはあのリンゴ農家さんのリンゴを使った、これですね。そうです、そうです。なんて読むんですかこれ。これはサナダシードル。サナダシードル、うん。これもし欲しくなったらどうすればいいんですか。これはサナダ地域だと宮島酒店さん、下塩尻の方に原商店さんっていうところなので、はい、そこで買えます。うちのワインは上田市内ではその2軒だけですかね。なんですか、ネット販売みたいなのはやってるんですか。一応やってはいます。はいはいはい。あのコロナ禍の時に、まあ、ちょっとこういうあんまりね、僕もあんまりネット販売は興味なかったけど一応やりました。はいはいはい。始めたわけですね。1年に何本か売れます。あ、そうですか。なんと検索すればいいんでしょうか。あ、バートでいいです。バート、ね、VART です。これですね。ワインのことフランス語でバンって言うんですよ。はいはいはい。その V を使って、あとアートで、あの私画家もやってるんで。どんなことやってるんですか。絵を描いてます。どんな絵を。どんな絵、何でも描いてます。スケッチというか似顔絵とかそんなんじゃなくて。じゃなくて。何を描いてるの。まあ油でも何でもやってます。いろんなことやってますけど、なんかあの聞くところによると移住されてきたってお聞きしたんですけども。はい、横浜市から2013年。はいはい。じゃあ彼これ11年目ですね、移住して。はい。どうですか、あの東京暮らしとはだいぶこう違うと思うんですけども。やっぱりのんびりしますよね。空気がすごく、はいはい、あの癒されますよ。静かだし、うん、すごくね、落ち着きますよ。なんかこうやろうと思ったなんか理由があったんですか、こちらに来ようと思った。いや、もう本当にあのセカンドライフですよ、のんびりと、うん、あの過ごすために。今後どんな風にやっていこうと思ってるんですか。いや、のんびりやってって若い人に繋いでいけばいいかなと思って。なるほど。はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。